ニエトメキシコ大統領と握手する、伊吹労働大臣就任時の伊吹伊吹文明は、日本の政治家、大倉官僚、自由民主党所属の衆議院議員、文部科学大臣、財務大臣、労働大臣、国家公安委員会委員長、防災担当大臣、自由民主党幹事長、志卒会会長、衆議院議長、自民党タバコ議員連盟顧問などを歴任。 イブキングとも呼ばれている。息子は、経済産業省官僚のイブキヒデアキ。京都府京都市下京区に生まれる。聖火は、文久年間に創業した、室町の繊維トンや、イブキ株式会社で、現在も、室町で営業している。オムロ小学校、同志社中学校、京都府立佐賀の高等学校を経て、京都大学経済学部卒業。 兄弟在学中はテニス部に所属した。大倉賞入賞。振り出しは大臣官房秘書家。入賞同期に篠沢京介、血の忠夫、朝比奈秀夫らがいる。外務省在イギリス大使館二等書記官、国際金融局国際機構課長補佐、主計局主計官補佐、理財局国庫課長などを歴任。大倉大臣秘書官を最後に退官。 1983年に第37回衆議院議員総選挙に田中井三次の後継者として旧京都一区から自民党より出馬し初当選、以後連続10期当選。初当選後、秘書として仕えた渡辺道夫が所属していた中曽根派には加わらず、1990年に中曽根派が渡辺派に代替わりするまでは無派閥を通した。参戦し、 伊吹が渡辺派に加入した直後に発足した第二次天内閣では厚生政務次官就任が内定していたがリクルート事件に関与していたため首相の会封、都市記によって取り消しになり同年暮れの第二次会封改造内閣の発足まで10ヶ月ほど就任を留保された。1994年6月30日主犯指名選挙で自民党、社会党、 新党先駆けの新連立与党3党は日本社会党委員長の村山富一に投票することで合意したが、元首相の中曽根康弘らと共に増反。新政党など旧連立与党が擁立した直前に自民党を離党した元首相の回復都市記に投票した。同年10月、衆議院文教委員長に就任。1995年10月、 自民党政治改革本部副本部長に就任。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、京都一区で当選したものの、日本共産党の国田刑事に2600票を収まで、猛追され苦戦した。1997年9月11日、第2次、橋本改造内閣で、労働大臣に任命され、初入閣。2000年の 第42回衆議院議員総選挙では公明党の支援も受けて再選した。12月には第2次森改造内閣で国家公安委員会委員長兼危機器管理担当大臣に任命された。また2000年4月に開校した京都青年政治大学校初大校長に就任。2001年1月中央省庁再編に伴い、 国家公安委員会委員長や危機、管理担当大臣に加え防災担当大臣も兼務した。2005年12月、会長の亀井静香が離党したことで空席となっていた、志卒会の会長に就任。2006年3月、衆議院行政改革に関する特別委員長に就任した。同年9月26日、安倍内閣で文部科学大臣に就任。 安倍改造内閣でも留任。11月17日、学校におけるいじめを原因とした自殺の多発が問題となったことを受け、緊急アピール、文部科学大臣からのお願いを発し、全国の児童生徒及びその保護者らに配布した。12月15日、教育基本法改正案の審議に絡み、民主、社民、共産、国民新の野党4党から参議院に、 問責決議案を提出されたが、反対多数で否決された。2007年同年9月24日、福田康夫のもと自民党幹事長に就任。2008年8月2日発足の福田康夫、改造内閣では財務大臣に任命された。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、京都一区から立候補するも、 民主党の平と之に敗北。重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、休戦。11月12日の伊吹派の会合で、民主党政権による行政刷新会議の事業仕分けについて、うの場で、悪大官をみんなで懲らしめる絵を作ろうとした知恵者は、大したものだと述べつつも、民主党の価値観で無駄か無駄でないかを判断するのは、乱暴だと仕分けのあり方に苦言を呈し、 自身の大倉官僚時代の経験を振り返って、昔の評判の悪い主計官だって、あんな態度は取らなかったと仕分けチームの高圧的な姿勢に疑問を呈した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、京都一区で重選。12月26日、第74代衆議院議長に就任。それに伴い、志卒会会長を退任する。 2014年11月21日、衆議院解散により議長を退任。衆議院議長が解散証書を読み上げる際、魚名魚字以下を読まないのが慣例となっていたが、伊吹は慣例に反して読み上げ始めた。この時武器が魚名と言いかけたところで議場から万歳が起こったため、静まったところで改めて証書を最後まで読み上げた後、万歳を先にやった議員に、 万歳はここでやってください。と、フライングでの万歳を10面でたしなめた。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では、京都一区で11選。2015年6月16日、公認の衆議院議長である町村信孝が死去した際には当選同期である、伊吹が町村への追悼演説を行った。二千十七年八月の 第三次安倍第三次改造内閣で文部科学大臣就任を打診されるも衆議院議長を務めたことを理由に誇示したと産経新聞に報じられた。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙では12選を果たし同時に現職の衆議院議員の中で最高齢議員となった。伊吹の秘書が代表を務める自由民主党京都府民風支部が 京都ホテルから2003の2006年の4年間に渡り寄付金を受け取っていたことが発覚した。京都ホテルは10年長にわたって累積赤字を抱えており、京都ホテルの寄付は政治資金規制法第22条の4に違反すると指摘された。京都ホテル総務部部長は年会費として支出しており、寄付という認識がなかった。今後は管理部門が精査する、 社内体制を築き、認識の違いが起こらないようにしたいと謝罪している。伊吹の事務所は、欠損があるとは全く知らなかったと釈明している。2007年2月20日、読売新聞の調査で、2005年の衆議院議員総選挙における伊吹の選挙運動費用収支報告書に、実際の収支と異なる記述をしていた事実が発覚した。 選挙運動費用に200万円超の残金が出たため、資金管理団体に戻した際、パーティー券収入として記載していた。いぶきは、恥ずかしい話だが、担当者の勘違いがあったと語っており、故意ではなく、ミスであると発言している。なお、選挙運動費用収支報告書への故意の虚偽記載は、公職選挙法違反に該当する。2007年3月7日、 参議院に予算委員会での参議院議員、井上哲氏の質問により、伊吹が社団法人から違法献金を受け取っている疑惑が生じた。文部科学大臣だった2007年5月、大規模な政治資金パーティーを自粛すると定めた大臣規範に反し、パーティーを開催して約4350万円の収入を得ていたことが、政治資金収支報告書で分かった。 ありがとうございます。